どうも、なおちんです。100円幽霊やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。英雄の試練エンドレスの26回で最強装備が入手できるらしいっていう話なんですよね。ちょっと今26回に向けて進んでおります。24回をクリアしたところですね。では残り2回頑張っていきましょう。多分26回はあいつじゃないかな。では24回か、今から24回ね。まあまあ全然大丈夫でしょう。この雑魚戦はもうね、リーン入れていけば、これ超余裕、もう確実に最速で攻撃してくれるし、ワンパンで倒してくれるし、でリーン入れては間違いない。ただしボス戦でのダメージを受けてしまうとかなり痛いんだよね。では、ボスですね。あ、楽勝だな。で、リーンの、必殺技よ。これって属性の小から大ダメージなんで、幸運を上げた方がいいのかな。どうだろうね。幸運を上げるとダメージが結構安定して出せるようになるのかな。今は力をね、ゴリゴリ上げてるんですけども、一つぐらい幸運に入れた方が、安定すんのかな。どうでしょう。余裕。24回余裕ですね。じゃあ、あと25、26、あと2回ね。楽勝だったな。MP のルーンプラス、やっぱね、いい装備が結構出るようになってる。で、ここまでエンドレスで来てるんで、いらない装備がたくさんあるのよね。装備じゃなくてアイテム。 OK。 じゃあ次25回、ボス誰だ。エルダードラゴンね。 OK。 エルダードラゴン来ましたね。まあ問題ないでしょう。 OK。 リーンも確実にね、かばうキャラクターがいてくれればいいんですけどね。これ 100% かばわせるのちょっと無理なんだよね。いや、無理ですよね。それができればすごくいいんだけども、なんとかならないかね。本当に脆いのよ。本当に脆い。強力な技もらうと一発で終わるからね。うわお、減る。むちゃくちゃ減る。まあ、ここはちょっと回復を少し入れましょうか。あと少しでしょ。もう黄色だね。となると、でも一撃で仕留めときたいな。まあまあリーンだけ回復しておけば大丈夫か。いけるはず。あ、いや、無理だ無理だ、無理だわ。無理。そうか、リーンが、そうか、先制で攻撃するんだった。まあ、次の雑魚戦で回復しっかりしましょう。全員マックスにしていきたいところですね。次のボスが多分あいつなのよ。多分あいつ。乱れ打ちはいらんね。やっぱりね、やっぱりね。 OKOK、 行きましょう。26階のボス、こいつが意外と強いんだよね。アイテム使っていかないとちょっと勝てないぐらい強いんだわな。あー、よかった、コゲンが意外と早く動いてくれる。ここで6か。あ、なるほど、6しか持ってないか。そうか、なるほどね。5を持ってるかと思いきや、あ、そうか、道中5出ないんだ。ならばここで拒絶する世界を使っていった方がいいね。いや、でも次どうするかだよな。まあまあいいか。あんまりね、長いこと戦いたくないのよ。速攻で決めたい。いいね。今助けるのじゃ。
ちょっとこれ使える別のキャラクターが欲しかったな。オッケーオッケーオッケー。うんうん、モモとリーンさえ守ってくれればあとは耐えれるんで大丈夫大丈夫大丈夫でしょう。大技が来たとしても耐えれるはず。いや普通の攻撃でいいわ。で多分3ターン目で倒せるぐらいじゃないかな。あーちょっとダメージが減った。やっぱ幸運が必要か。うおあぶねえあぶねえあぶねえ。オッケー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 。後列は守られてるから全然大丈夫。倒せる。あぶねえわー。ガル、いやいいか。ガルガードしてた方がよさ。あーガードさせるか。やられるよりもマシだわ。そんな攻撃が効くかよ、うん、次のターンに回ったとしてもそっちの方がいいでしょう。よーし見せてあげよう。これがリンちゃんの。いやまあまあ、うんうん、伸びたね。 OK でコメントでもらった装備がここで出るのかい。勝てましたね。あれ出ない。え、ど、え、ここクリアして戻ったらえもらえるっていうことなんかな。え、ボスドロップではもらえなかったね。うん。え？戻ればいいの？お、これはもらえるんじゃない？これはもらえるんじゃない？あ、原初ライトアーマー。おお、欲しかった欲しかった。スウェンのバングル。原初の鎧。原初プレートメイル。原初の盾。これ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 英雄の証入手できた。ああでもちょっと待って、いっぱい持ってるから、あこれ宝箱の方に行ったな。倉庫の方に行った。倉庫の中にあるはず。えどこだ。あ、原初の盾か。この辺じゃない。あった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 。これ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 。とんでもないね本当に。 HP200 MP100 SP1 これめちゃくちゃ強い。何この装備。英雄の証これやばいね。あこれってさまた1から始めて26回クリアしたらもらえるのかな。もう全員この装備でいいよね。とんでもない性能だ。はい、ということで、今日はコメントありがとうございました。エンドレスの26回をクリアしたら、本当にもらえました。英雄の証これむちゃくちゃ強いね。HP も MP も上がって、でさらに SP プラス1、これはやばいです。6個欲しい。まあ結構時間はかかるんですけども、まあ何とか6個入手していきたいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。